腹いっぱいだ。お腹いっぱいですね。うん、じゃあ本場さん、カレー食べ終わったんですけど、まだ4時なんで、うん、まだ時間あるんです。はい。じゃあちょっとまた行きたいところないですか？行きたいところで言う、何個あげていいですか？はい。皇居。はい。赤坂御所。はい。東京タワー。はい。明治神宮。ああ、いいですね。どれもいいですね。国会ちゃん近いのは？今新宿です。ここ御苑の近くです。赤坂御所って結構近いかな。ああ、いいんじゃないですかね。はい、赤坂御所行こう。いいですか？うん、赤坂御所って私行ったことないです。本当ですか？はい、なんだろう。いいですよ、赤坂御所。思い出なかった。じゃあ行ってみましょう。いいでね、かい。ご当地アイドルさんのイベントに行きますか？何やそれ。めっちゃ切ないんですけど。嬉しいでもないから。ちょっと怖いですね。ちょっとやっぱ変だ。全大事だ。全大事。あ、出る出る、水出る。災害時に、はい、協力者が協定結んだり、生活用水として使える。あ、じゃああんま無駄遣いするのよかった。へえ、すごい。すごいですね、こんな、うん、都会の真ん中で、うん、白い月が出てる。コンボさん、うん、ここはどこですか？これはあれ赤坂御所ですね。 あれ御所の入り口。ああ、東京の時ね、うん、園遊会ってあったでしょ。秋の園遊会。聞いたことあります。立ち込みで来てたんですよ。え、この中に入ったんですか？そうです、あれだから、すげえ。自分の身分証も全部提出して、はい、航空警察の方に挨拶して入るんだ、はい、おはようございますって。セキュリティやっぱ厳しいんですか？すごい、もう釘っ子としてもしもね、あ、秋篠宮様にはささっとどうすんだということで一生懸命やったんだけど、あの高松の宮様がお亡くなりになられて中止になって。あ、そうでしたか。それで僕作ったら全部壊すっていうことで、本当何の役にもお立てなかったんだけど、その時にいつもね、なんか偉そうにしてる大工さんがね、なんだよ、かったりーなーとか言ってるやつが、朝マラソンしてる秋篠宮様におはようございますって言われて、そっから動けなくなった。俺挨拶してもらったとかって言ってて。嬉しいですよね。そうなんです。あんななんかね、いい加減そうなやつもやっぱ日本人なんだということで、すごい嬉しそうだったけど。おもさん、ここは立て込み所とか。立て込み所だこ。東京で行きたいところなんて、こっちじゃないとこばっかり。さっきは東京で嫌な思い出。ここはね、現場でもちょっとやっぱ、俺園遊会の現場作れるのってちょっと誇らしかったんですよ。まあ中止になりましたけど。何ですかそのうち。すごいんですよ。結構ね、もしなんか公園みたいになってないのかなと思って、なんか入れるかと思ったら逮捕されそうになったんでね。そんな変なことはしてないです。してないけど、はい、入れないんだと思って。やっぱりそうなんですね、セキュリティがやっぱり。そう、本坊さん、はい、新宿人めっちゃすごいね。疲れちゃいました。しんどいじゃん、ほんまに。こっち、これ左だと思います。ここね、映画館、うんうん、間もなく着くと思うんです。ある、これだわ。ケーズシネマありました。ありました。うん、あれどこですか？あれ、あー、これですよ。あるある、ラスト曲になるよ。え、どこですか？何も怖いことはないの、横にありますね。ちょっと怖いですね。ちょっとやっぱ変だ。へ、すごい。なんかでも隣も変やし、いいか。左も書いた。左も書いたよ。怖い。そう、こういうとこなんだ。あ、書いてある。書いてるよ。え、なんですか？本坊真由美さん、天童小林さん、足立杉監督。初日舞台です。
すごい、ね、すごい。よし失礼します。すごい気をつけよう。すごいね、なんか恥ずかしかったな、あのとこ剥がれてどう思ってんねや、何も思ってないのかな、マジで。何これって思ってますよ。思ってるかな、うん。なんかマルシェやってるって言ってたんですよ。そうなんですよね。ちょっとロビー行ってみようかな。どうです、やってます？こんにちは、どうも。つけも売り切れちゃいまして。お、つけも売り切れた。あ、そうですか。T シャツが全くゼロなんですよ。T シャツが全然ない。いいんです、いいんです。あ、これだ、これ石井さんの、これバームクーヘン、石井さんの。あ、そうです、そうです。あ、すごい。あ、嬉しい、みんな出してる。すごい。マサシやって、見てくれ。あ、マサシ作ってるやん。焼酎ね。見るために。焼酎も石井さんから。いやーんのまさし、まさし飲んでいいんですか？ダメです。すごい。これ当番。俺今から出るんだけど大丈夫ですか？お車になり大丈夫です。車飲んだです。お水もあるんで。どうですか？大丈夫。まさしの酒。これ日本焼酎、日本酒。焼酎です。米です。米。うまい。あ、これ美味しい。みんなちょっと。美味しい。で、この唐辛子は、うわ、すっごい熱っこれ何度ですか、これ。これ、あいつ、これ、ええんか、これ。25度です。合法ですか？何考えてんねん、あいつ。すごい、焼ける。焼ける。大丈夫ですか？お水飲んでください。はい。これなんだ、加藤ちゃんとの、誰だ、これは。山梨。え？あ、ティー加藤。加藤さん。チャドの相方さん、はい、そう、農業やってるんですよね。そうそうそう、今日あの畑から、はい、埋まったスマホ見つかったってツイートしてて無視しましたけど、あ、加藤さん一生懸命やってんな。へえ、これ軍手とかなめんなよ、軍手マッサージの先はちょっとよくない、すごいやば、あのね、すっごいかっ、ワンダーランドがラスク、あ、これか、こちらです。言ってたな、そんな、なんやねんこれ。なんか吉本のマークついてる。いや、なんでカッコつけてこうスタイリッシュしちゃうんだろうな。全然ワンダーランド感がないじゃない。どうですか。ワンダーランド感、名前入れさせてもらってよかった。確かに。あ、ワンダーラスクって書いてある。ワンダーラスク、あ、いいですね。ちょっとやっぱみんな買ってほしい。買ってほしいですけどね。まあいいか。なんかもしよかったら皆さん、よかったら皆さん、ちょっと今販売しますんで、いかがですか？でも山形、ここ東京ですよね。ここは東京です。山形と思って。わけわからん。社員に遠いとこありがとうございます。お前が来たんですよ。おもろいですね。いやー、でも嬉しいな、そう、こういうことやりたかったんですよ。はい、これで芸人さんもいて東京でやりたいですね。ね、本社でやったらいい。そうそう、そうなんですよ。ちょっと告知を、告知というか、まあ、感謝をしたよ。はい、ありがとうございます。間もなくでゾンボさん、舞台挨拶、うん、もらってないです。後半もう終わりなんで。終わりか。はい。はい、そっかそっか。緊張する。どうやったんだろうね。みんな。あの、おもろいところ受けるところ見に来たらよかった。どんな感じなのか。ドキドキだ。エンディングテーマとか流れてない。流れてきた。あ、ちょっと今日私舞台挨拶司会しなきゃダメなんですよ。どういうことなんですか。監督でしょ。マネージャーの仕事。え、マネージャーそうなんすの。思ったことで
何なんすか、全部自分でやる。ちょっとうまくできないと思って助けてください。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、本部さんいるんで安心してやりますので、うん、大丈夫です、はい、すごいな、ほんま何でもできるやん。いやいやいや、やる人がいないんで。あ、まあまあまあ、はい、そっか、お願いします。はい、はい、始まる。はい、皆さんこんばんは。吉本興業の、社員で、社員です。足立と申します。よろしくお願いします。今日は皆さんお忙しい中、数ある娯楽の中から本作品を選んで足をお運びいただきましてありがとうございます。本当に感謝申し上げます。はい。では、ここから舞台挨拶を、進行していきます。では、早速、登場していただきます。本主演、山形県住みます芸人の、そらしどの本坊鑑二さん。そして、スペシャルゲスト、ケンドー小林さんです。どうぞ。どうも、皆さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございました。はい。はい。ではまず本坊さんから一言お願いします。そうですね、はい、本当に東京でこの作品を上映するにあたってですね、本当に不安でいっぱいだったんですけども、まさかの山形よりもいっぱい入っていただいて本当にありがたいです。今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。いや、入ってたんですけど、これすごいですね、はい、山形から来たよっていう人いないですよね。笑われてるよ二人。どういうことですか、それは。山形でもやってるんです。うん。あ、でもわざわざこっち来てくださって。東京のね、こんな晴れ舞台で本坊が。そうですね。ありがとうございます。スポットライト浴びてるところ、一目見ようということで来てくれたの。ああ、そうですね。すいません。本当嬉しいです。山形でも一応上映はしてますってだけお伝えだけしときます。はい。あ、見てきて、あ、もう一度見に来たらええやんけ、別に。そうですね。そうですね、ありがとうございます。本当嬉しいです。ありがとうございました。はい。すいません。では、ゲストの、ケンドー小林さん、一言お願いします。どうでしたですか？いや、めちゃくちゃ面白かった。あ、嬉しい。ありがとうございます。何を見てんやろうってほんま思ったんやけど、まいっては、悩み、葛藤して、はい。実り、あ、農業で、はい。裁き、はい。の、はい。何回みんなこれって思ったけど。でも農業ってああいうことなんですね。農業ってそういうことじゃない。はい。その終わりないんですね。終わりないんですよ。一つの戦いが終わった時に、すでに、もう、次のショーは始まっているそうなんですよ。ジャンプの人気作品や。締め切りの終われる感じの。え、違うらしいでございますけどもね。すごい嬉しいですね、褒めていただいてですね。いや、俺いろいろ思ってんけど、はい、うちのその結果オーガニックになってるし、ああ、まあ結果そうですね。結果ね。はい。別にこだわりで肥料を使ってるわけじゃない。結果オーガニックや。結果オーガニックですね。そう、こだわりオーガニックじゃないやんか。そうですね。あえてじゃなくて。肥料を買う金が。堆肥を買う金がもったいなくて。そうです、そうです。結果、転がりオーガニックやんか。そうですね。なんか、聞こえ悪いですけど、まあでもそうです、うん。で、なんかあれあったやんか、なんか。もみがらくん短期。あ、もみがらくん短期。はい。あれ買うんやったら、買った方がよかったんだ、あれ。あれでもあれ3500円ぐらい買えるんですよ。安っ。もみがらくん短期。そうなんですね。元取れるんですよ、1年で。普通で買ったら、うん、一袋900円とか1000円近くするんですよ、もみがらくんたんって。だからあれは、賢かったんですよ。で、もう、そう、お金が回り出したらもう別にオーガニックはこだわらない。あ、でも、あれ僕今年は来年か。はい。まあ、ものすごいことやります。はいはいはい。あえてオーガニックをやらさせていただこうと思ってます。おう。あ、っていうのも、やっぱ YouTube なんか、農業系のやつばっかり出てくるんです、僕のやつって。ああ、一個見たらね。YouTube ってみんな農業系しかないですよね。そんなことないのよ。え？自分の、なんか、その検索してみたりしたら、その AI が判断してね。おすすめで出てくるじゃないですか。そうそうそう。だから俺なんかもう一時、外人の喧嘩しか出てくるんやと思って。あ、やっぱそれじゃいかんと思って言うの改めてけど。興味あるやつが出てくるじゃないですか。そうそうそう。それで出てきた、ポンって出てきたのが、佐世保大学のなんか先生で、ね、カビ、四条菌というカビで。ああ、カビはね、今もうすごい研究も進んでるからね。なんかすごいんですって。ああ、で、そのカビを生やして、そこに、
野菜を植えると、その根っことカビが結合して、全大地の栄養を全部野菜に行くみたいな。全大地全大地のやつが。だから。ちょっと待ってくれ、全大地そう、そのカビが根っことくっつながるでしょ。ほんなら、そこら辺の雑草の根っこともつながるんですよ。だから、全大地の。全大地本当なんです。嘘やん。本当です。本当に、だから。それはすごいわ。もったいないと思ったけどね、あの狸の死体とか。あんなもん畑にお前掘りかけたらめちゃくちゃ栄養出るやろ。泣き殻、動物泣き殻なんか見かけるけど、ああいう田舎行ったら。そうです。こっそり自分の畑に連れて行って埋めた方がいいよ。そうなんです。昨日出てきたおすすめの動画も言ってました。その、死体はほっとったらいいんだと。そうそう、死体はほっとかなんかよ。本当に。そうなんですよ。腐ったら土になってる。そう。焼いたら土になりきれないからね。そうなんですよ。土葬のおすすめということで。そう。そうなんですよ。一応でも焼いた。マジでマジで。焼いたんですよ。でもね、死体、死んだ匂いって書いたことはないでしょ。あるよ。あるやん。どういうことですか？ある。あるよ。あ、お葬式とかでですか？いやいや、その時匂いしたら怒るわ。どういうことですか？あるんですか？あるある。俺も田舎で、預けられた時あるから。動物の死体なんか山ほど見たよ。本当にすごい匂いなんで、あれも怖かった。今後はだから、勇気出して。いや、もうラッキーって言わなかったんだよ、お前。わぁ、怖い怖いとか言うたらあかんな。死体見つけて。そう。畑に埋めた。今自分の力入れてる畑にこっそり埋めとく。なんかね、死体遺棄してる感じでちょっと怖かったんですけど。死体遺棄よ。まあでもそうなんですけどね。でも、最悪人でもいいと思う。なんか本坊ハムの前で人がどんどん消えてるみたいな。嫌な噂がまだ。いやいや、人おらえないから、そこ。まあ、もともといないんで、すぐわかるんですよ、人がいなくなるとやから。絶対人数が少ないですからね。では、最後に一言お願いしたいと思います。ええ、まずは、スペシャルゲストのケンコバさん、お願いします。はい。そう、皆さんに一言で、まあ、本坊に一言というか、本当に一応、これ、吉本興業の事業ではあるのよね。一応そうですよ。勝手にやり始めたことを、吉本が、じゃあ、本坊くん、それ、面白いなんかしようか、言って、お金にしようか、言うて、はいはい。事業にしてもらう。マネタイズ。マネタイズ。はい。はい。やらせてもらってます。そうね。まあ、芸人なんてルールないんやから、何やってもいいのが芸人やとね、私は思ってるんで。はい。めちゃくちゃ嬉しいですよ、今。本当に？本当に嬉しいです。やっぱり、その、確かに急にウルウル来てるやん。ちょっと、うわっと思いましたけど、やっぱ山形行って、全く全然ちゃうことしてるから、ちょっとね、不安というのもありながらも、やったからめちゃくちゃ嬉しい。いや、俺はあいつ面白いなって、あいつ面白いなって、まあ、本部面白いなって思うし、うん。未だに、あの頃と変わると、やっぱ面白いことやってるなって思いますよ。ありがとうございます。うん。ただまあ、死体は燃やすなよ、もう。死体も肥料にして。死体も肥料。わかりました。それぐらいのタフネスさをな。はい。うん。ありがとう。タフじゃなきゃ多分やっていけないんで。はい。うん。ありがとうございます。心強く。はい。次、動物の遺体、ご遺体見て、あんな狼狽してたら、張り倒すから。わかりました。ちょっとね、ちょっと情けない。情けない。あの場に俺おったら、かなり危なかったよ。あいつ何だと、冒涜して死体を。暴力。暴力や。2階から落としてたろ、お前。いや、でも俺、腐った死体って初めてやったから。腐った死体。ドラクエ風に言うと。腐った死体ってやばいですよ。あれ、もっと強くないとおかしいですけどね。ぐらい怖かったんですよ、ね。なんだ。情けなかった。情けない。ちょっと足立さんにね、すごい助けてもらって。ね、あの時足立は、こいつ精神的タフやな。たくましかったですよね。本当にちょっと。たくましかったです。あの一件がちょっとね、そのタレントとマネージャーの力関係がおかしなったのが、まあ、なんかあんま強く言えなくなった。この休み畑やりたいとか言えなくなった。なるほど。ね、はい、まあタフに生きてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。以上で舞台挨拶を終了いたします。お降りください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ昔からこれ。すまない。すごいです。こんなもんでしょこれ。いやまだ。じゃあありがとうございました。すいません。失礼します。もう行っちゃうね。あ、帰ってください。間に合わないな。すいません、ありがとうございます。いなくなるな。いなくなる。いやいや、帰ってください。いや、お父さんすごい上手。はい、すいません。はい、すいません。ちょっと上の、この辺を。すいません、生のこの辺を。
フライを見てください。あ、目線は？いい感じ、お上手なんですね。はい、ありがとうございました。ね、ほら秘密？あ、違うか。あのね、うわ、すごい。あ、そうですか。こういう風にやってるんだ、いろいろ。これ山田洋次さん。山田大さん。これ私ね。これ私ね。すごいじゃない。山田洋次さん。はい、それからこれが梅昇さん。これ大林さん。おお。うん。すごい。それから、これが上手なんだ、ね、これとかね。それから、すごい。江本さんもね。江本さんもいる。そんな感じでね。すごいですね。また展覧会に出させてもらっていいですか、これ。もちろんです、もちろんです。かっこいい。それじゃあ写真をね、はい、撮りましょう。はい。江本さん、どうでした？なんかすげえ嬉しいこと言ってくれたから、コバさんは急に。はい。なんか泣きそうになっちゃって危なかったですね。でも嬉しいっすね、あえてその後輩がやったことで先輩助けてくれるのは、こんなに年末忙しい時期にね来てくれてマジ嬉しかったですよ。ねえ、うん、めっちゃ忙しいっつってましたもんね。そりゃそうでしょうね。誰が年末にこんなすんねん、ドタバタしてる時に。でやっぱ今までの豚さんと全然違う形になったんで、はい、コバさんがやっぱ引っかかってるのは死体とかそっちでしたでしょ。すごいやっぱ着眼点が違うですね、はい、最初から全部見てもらったのもね、はい、見てるからこそ言えるあれなんですけど、嬉しいですね。きっちりちょっと帰りね、ちょっとちゃんとあのお客さん対応しててちゃんと挨拶できなかったのがあれですけど、すいませんと本当にこの場を借りてありがとうございました。小林さん、今日は本坊さんと一緒に、映画脱東京芸人の舞台挨拶を行ってきました。すごくあったかいお客さんでありがたかったです。映画を作りたいって思って本坊さんにも言って、でそれが実現して、なんか本当に会社に言ったんです、あの映画作りたいんで助けてくださいみたいな。そしたら先輩方がすぐ動いてくれて、上司も後押ししてくれて、なんかすごい本当に吉本っていい会社だなって本当に心の底から思ってます。今日は本当に東京でこんなあったかい気持ちになると思わなかったので、本当にいい一日でした。お坊さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。なんかいろいろ回りましたけど、どうでした、久しぶりに行った場所。なんであんなとこばか行ったな。なんでバイトのことしか思いつかなかった。もっとね、なんかあのかお買い物とかすればよかったかなと思いました。観光地急いでたんですね。東京タワーとか行けばよかったなとか今となっては思いますけどね。今となっては思います。そうなんです。はい、最後じゃ、最後何でしょう。これで二人で。これ取れ見えますか。見えます見えます。はい、はい、じゃあ本坊さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ今からご当地アイドルさんのイベントに行きますか。何やそれ。行きましょう。行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。